若き日のちゃんと縁番連のちゃんと縁マウントエアリー近郊にある文化兄弟と妻たちの墓石ちゃん縁文化兄弟はシャム・サムット・ソンクラーム県出身の結合創生児である。向かって左が兄のちゃん、右が弟の縁。二人は胸部と腹部の中間付近で結合していた。結合部がある程度伸縮し正面での結合でありながら 写真のように横に並ぶこともできた。そのため側面結合と誤解されることもある。この結合部に肝臓が存在、二人が唯一共有していた部分であった。結合部に肝臓があることが問題となったのか、当時の医療では分離手術は難しいとされ、二人は生涯結合したままであった。結合創生時の衣装者無創生時の語源となったことでも有名な兄弟である。 父は中国人の漁師、母は中国人とマレー人のハーフであり、地元タイでは中国人という認識だったらしく、彼らにはまだ性がなかった。1829年、イギリス人に発見されて引き取られる。その後、サーカスの見せ物として欧米を巡業した。二人がサーカスの見せ物として巡業していたときに、 シャム人の双子と名乗ったのが、シャムソーセージという言葉が生まれた最初であり、以後結合ソーセージを指して普遍的にこの言葉が使われるようになった。1839年、二人はサーカスを辞めて、ノースカロライナ州マウントエアリーに定住し、アメリカの市民権を取り、文化の姓を名乗ったがこの姓を名乗った理由は、不明である。 そして1843年、それぞれ普通の女性と結婚し、ちゃんは11名、縁は10名の子を設けた。二人は同地でプランテーションを経営した。1874年1月17日未明、兄のちゃんが帰還支援で死亡していると、起床した弟の縁が気づき、ちゃんの妻や親族を呼び寄せ、体の関節がひどく痛むことを訴えた。しかしエンも、 約3時間後に兄の後を追う形で死亡した。62歳は現在でも結合創生児としては長寿である。ありがとうございます。